こんばんは。大体日曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。朝日新聞といえばその論調から各界から批判を浴びていますよね。まあ、このほどあの有名人からも批判をされているようですね。誰かといえばウーマンラッシュアワーの村本さんです。おととい日産元会長のゴーン被告の記事を引用しつつ、朝日新聞はタイトルと写真で人々の悪意を煽る方向に誘導しているように感じる、そういうとこが汚いとツイートしました。このツイートは好意的に受け止められているようで、村本さんに初めて同意しました。自分の芸風を否定する斬新なスタイル、何か悪いものでも食べましたか、珍しく正しいことを言っている、などのコメントがついています。確かにこの記事っていうのは反感煽りそうなタイトルだし、写真もね悪意あるなっていう感じなんですよね。村本さんに何か変化があったというわけではなくて、これもまあ通常運転の一種かなと思います。さあということで本編に行きましょうか。一昨日行われた台湾の総統選についてですね、早速朝日新聞も社説にしています。見るとですね、なんでしょうね、普通にいい社説だなと思いました。1990年代から急速に民主化した台湾は今やアジアを代表する自由主義社会の一つである。蔡氏は4年前に総統について以来、台湾に根付く自由と民主の価値観は空気のようなものだと強調してきた。目に見えず普段は気づきにくいが、みんなで大事にしていかねばならない大切なものだとの比喩である。暮らしのためには対中関係を深めるべきだとの主張に対し、蔡氏はいくら豊かになって食べ物を得ても空気がなければ窒息死してしまうと訴えた。輸出依存が強く世界の動向に左右されがちな台湾経済の下で、景気の先行きをめぐる市民の不安は小さくない。選挙で迷いがなかったわけではないだろう。それでも空気を守らねば未来は暗いとの危機感が強まっているようだ。米国と中国の覇権争いは新たな冷戦とも呼ばれる。根底にある対立軸はコストはかかっても民主主義の理念を重んじるのか、それとも理念より安定と効率を優先する強権統治を是認するかの問いだ。中国の影響力が広がるにつれ強権統治の伸長が懸念されている。そんな中で台湾の民意が出した答えの意味は重い。経済発展の気球は捨てずとも自由や人権といった普遍的価値観をおろそかにすることはありえない。同じく民主主義を掲げ中国と向き合う日本としても示唆に富む台湾の選択だった。これまでのサンデーブレイクでも紹介してきたように、朝日新聞っていうのは中国に対しては結構いろいろ言うんですよね。この社説なんかを見ると特に批判すべきところもない良い社説なんじゃないかと僕は思いましたね。強権的な中国にはないこの民主主義という空気を守る戦い、本当にこれからも重要ですよ。今回の結果は日本もしっかりと噛み締める必要がありますね。お金が儲かるからといって中国に安易にすり寄っていいんですかという話ですよ。確かに経済的なつながりも大事です。ただこう中国とビジネスをどんどん発展させていって、で中国がどんどん伸びていくとどんどん脅威も増えていくっていうね、言われてるような中国の脅威っていうのは、まあ、日本が助長、まあ、日本だけじゃないですけど助長してきたようなところあるじゃないですか。そして中国とは国家の理念、そういったものが全く違います。中国には自由がありませんから。総統選の日なんて NHK の海外向け放送ワールドプレミアムでその模様を報じていたんですが、蔡英文総統の場面だけ画面が真っ暗になったと言います。で逆にその国民党の韓国瑜氏の場面になると戻ったとか、そういう国なんですよね。そんな中国としっかり向き合う選択をした台湾、一方日本はどうでしょうか。習近平国家主席を国賓で呼ぶんですよ。これについては何度も言ってますけども、やっぱね安倍政権おかしいです。朝日新聞の不思議なところはそれについてはこうはっきり言わないっていうかさ、示唆に富む台湾の選択で締めてるわけですけど、もう安倍政権嫌いなわけでしょ朝日新聞っていうのは。それなら国賓来日はおかしいってしっかり書けばいいのに。さて次は愛モニターの目という記事を紹介します。朝日新聞の紙面モニターの声を紹介してるんですよ。例えばこれ、投書欄増やすと読者増にも。これまではわずかな時間での斜め読みが多く、記事の見出しだけで好きか興味のある記事だけを選別しながら読んでいたと思う。しかしモニターとなり、いずれの記事も磨き抜かれた内容となっていることが分かった。そうした中、読者が投稿する声欄の内容のレベルが高いのに驚いた。本当かよ。投稿者の意識の高さや文章力がいずれも秀逸で感心している。
こうした投稿欄が拡大することが読者を増やしていくことにつながるのではないだろうか。声の欄の内容のレベルが高いと。だがちょっと待ってほしい。声についてはこのサンデーブレイクでも紹介してきましたけれども、結構ぶっ飛んだのあるじゃないですか。声の欄っていうのは、まあ投書されたものを朝日新聞が選んでるわけですよね。で、朝日新聞の普段の論調から見てると、その声の欄っていうのは朝日新聞ですら言えないその過激な言葉を読者に代弁させてるっていうものですからね。読者投稿欄といえども、やはり疑ってみるというのが大事なんじゃないでしょうか。そしてこうした意見を踏まえて、朝日の中の人も一言添えています。読者の目線を知る道しるべに、デジタル媒体の発信が年々増えていますが、事実を求めて取材に走り、得られた情報の真偽を確かめ原稿に仕上げるという新聞記者の仕事の根幹は今も昔も変わりません。事実と主張が同じ記事に混在するのを避け、公論やコラムなどで多様な見方を紹介することは、ニュースをより客観的に、あるいは相対化して伝えるために大切な作業と考えています。今、人の手を介した記事は信用できないという声が聞こえます。記者の価値観によって報道内容が偏るのではないかという疑念が背景にあります。ポストトゥルースやフェイクニュースという言葉も飛び交い、報道への信頼をどう確保するかがメディアの大きな課題になっています。そういう時代だからこそ、記者の顔が見える確かな記事が読者と記者の距離を縮め、信頼を増すことにもつながると考えます。まあ理想は結構ですけど、偏ってますからね。しかし最後に出てきた記者の顔が見えるっていうのは大事だと思うんですよ。朝日新聞の記者でも今ツイッターなんかやってる人が結構いますよね。朝日新聞だとしても、あ、この人なかなかすごいなという人もいてですね、まあそういう人をこうだけ追っかけていくっていうのは、まあいいかもしれない。そういう意味で、まあ顔が見えるっていうのはいいわけですよ。ただ記者の顔が見えても高橋純子さんみたいな人だと、まあ意味合い変わってくるけどね。でも方向性の違う信頼感っていうのは、まあ読者と高橋さんの間に、まあ生まれてるかもしれない。今回は一体どんなぶっ飛んだ記事を書いてくれるのかと。さて、今週最後の話題に行きましょうか。あ、来ましたね、すごい社説が。11日掲載の東京五輪の年に旗を振るってなんだろうを紹介します。今年は東京五輪ということで、応援には国旗なども不可欠じゃないですか。しかしね、朝日らしい方向へ進んでいきます。日の丸に対しても複雑な感情を抱く人々がいる。戦後75年を過ぎても、そうした人々から見れば日の丸を掲げる行為そのものが侵略戦争の暗い記憶を呼び起こすものに他ならない。東京五輪で旭日旗を振るのを禁止すべきだ。最近韓国の人々からはそんな声も伝えられる。旭日旗は旧日本陸海軍の旗であり、今も海上自衛隊の自衛艦旗である。日本政府は政治的主張だとか軍国主義の象徴だという指摘は全く当たらないと反発している。そう簡単に言い切れるものだろうか。昨年のラグビーワールドカップの観客席でも一部で旭日旗が振られた。わざわざ国際競技の場に持ち込む人の目的は何だろう。心よく思わない人たちがいることが分かっている旗を意図的に振る行為に政治的主張はないと言えるのだろうか。旗がまとう背景や使う人の意図によって旗はいろいろな意味を移す。受け止める人次第で見え方が正反対になることもある。五輪で旗を形容するのも分断や対立を煽る目的ではないはずだ。東京五輪での行動計画には共生社会の実現を目指すとある。国別対抗が注目されがちな五輪だが、他者を認める機会としても意識したい。なぜ旗を掲げるのか、五輪を前に一人一人が立ち止まり自由に考えてみるのはどうだろう。歴史を学ぶ、他者を尊重する、平和の尊さを発信する。旗の数だけそれぞれの思いがあっていい。だからさ、旭日旗なんて韓国問題視しだしたのここ10年の話ですからね。韓国というのは反日を発明してしまう国です。もともと問題になってなかったものを後からこれは問題だと発明しちゃうんだよね。というか旭日旗っていうなら朝日新聞の社旗、あの会社の旗ですね、あれも旭日旗みたいなもんなんですから、率先して変えたらいいんじゃないでしょうか。あと甲子園の時に掲げないとかね、朝日新聞の社旗は旭日旗みたいだからっていう、ちょっと配慮した方がいいですよ。この社説っていうのを全体通してみると、日本とアメリカの国旗についてはこう複雑な思いがとか
そういうこと言うんですよ。で、一方でレインボーフラッグについては肯定的に捉えています。国旗をはじめとする旗なんて、まあこじつけで文句言おうと思ったら、まあ何でもできるんですよ。それはさ、難癖をつける方にも問題があるという、そういう考え方もありますよね。やっぱり朝日新聞っていうのは日本の新聞なのかなと疑ってしまいますよね。毎週旭日旗だけではなく日本国旗も嫌いなんでしょうね。嫌いだからこそ立ち止まって考えろって言うんですよ。朝日新聞でこういうのをパターン化しているんですよ。まあ自分に気に入らない意見がこう社会に出てきたら、だがちょっと待ってほしいと反論を始めます。選挙でも思い通りの結果になれば審判は下されたと言って、思い通りの結果にならなかったら民意は多様だとか言って認めない姿勢ね。さっき朝日新聞の紙面モニターの方を紹介しましたが、朝日新聞基本的に批判的精神で見ないと誘導されますよ。ベトナム人が過去の記憶から韓国国旗は絶対に見たくない、もうオリンピックで外せって言ったら、朝日新聞同じように書くんですかね。いや、まあ書かないでしょうね。というところで、ぜひチャンネル登録をお願いします。